はい今回ですねバーベキューしていこうと思いますけれども牡蠣を焼きますので金属製のコンロとあと七輪ですね2つ用意して焼いていこうと思います炭を起こす時ですねベスターというこの着火剤ですね使用しましたこのような感じでですね3つぐらいですねちょんちょんちょんと並べれば十分ですね火起こしにですね使えますのでこんな感じで並べて使います火をつけるときにですねこういった先がですね長くなったタイプのものをですねライター用意しておくとつけやすいのでおすすめです ちなみに私使ってるのはですね、ターボライターのタイプでターボライターは風に強いのでそちらの方がおすすめですで。炭を起こす時ですね、ペスターの方ですね、火をつけたらそのままですね、ある程度火が落ち着くまでずっと放置しておきます。着火剤の方がですね、だいぶ火消えてきたらあとはですね、風を送って仰いでですね、炭に火を起こしていきます。着火剤ついてる間にです、ね、あの内輪であいでしまうとなかなかですね、火が、 炭の方に付かないので着火剤つけてる間はですねあまり仰がない方がいいでしょうはいこれぐらいですね炭が白くなりましたら完成です火が弱すぎるとですねあの後で焼くときにですね焼くまで時間がかかって素材がですね乾燥してしまったりしてですね美味しく焼き上がらないことがありますのでその辺はですねこれぐらいまでしっかりですね火を起こすのがおすすめです はい、そしたら牡蠣ですね。尻さんの牡蠣ですね。以前に多分食べたことなかったので今回初めてだと思うんですけれども結構ですね見た目も大ぶりで中もですねプリッとしていてとても美味しかったです。で隣にあるですねこちらがバターとニンニクで後で粒をですね焼くのにこういう風にしてあります。はい、で牡蠣なんですけどもだいたい5個で600円ぐらいと、えー、リーズナブルでですねとても良かったですね。 あとこの動画で見てお分かりのようにですね、牡蠣の方ですね、とてもプリッとしていて大きさもですね、大きくて良かったですスーパーで購入しましたのでもしです知り合さんの牡蠣ですね、スーパーなどで見かけたら一度ですね、バーベキュー用に購入して買ってみてくださいそして粒なんですけどもこのようにですね、にんにくとバターでですね、しっかり味付けして粒食べるとですね、香りもよくてにんにくの風味がですね、映ってとても美味しいのでおすすめです 今回はですね粒でやりましたけれども別にいいですねこれきのこだったり他にもですねホッキ貝とかですね貝類などですねいろいろあのやり方ありますので鍋1つ用意してこのような感じでですねあのバターでもいいですしオリーブオイルなんかも用意してですねやったりしても美味しいですので是非やってみてくださいそれでこちらがですねお肉ですねお肉はですねあのコストコで購入した牛肉ですね確か牛の肩ロースだったと思います 肉厚もですね結構あのしっかりとですね厚めで、えー、ある程度スライスにして切ってあるのでそれをですねあと食べやすい大きさにカットして食べるといった感じで食べれました今回はですねブロックで買ったわけではないので、えー、軽くですねその食べやすい大きさに切るだけですあのカットするだけで良かったので作業もですねとても楽でしたで味もですねあの肉の味がしっかりとしていて赤みもありますけれども 程よくですね白身の脂の部分ですねあってとても美味しかったですコストコの牛肉ですね焼肉にとてもあのいいお肉たくさん売ってますので、えー、夏のですね焼肉やるときですねバーベキューやるときぜひコストコでお肉買ってみてくださいでこちらがですね北海島エビですね厚岸産の結構ですねこの大ぶりなですね北海島エビでとっても美味しかったです、えー、外で食べるとですねやっぱりあの外の風が当たってですね気持ちいいですし あとですう、ね、ちの中だとちょっとですねやっぱりテーブルの上とかにですね汁エビの汁ですねこぼれたりして匂いとか気になると思うんですけれども外で食べるとですねこう豪快にこう皮むきとかでもですねガガッと、えー、できたりしますのですごくですねいいですね外で北海エビ島エビ、夏の時に食べるのもいいので是非、えー、ですね外で食べてみてください。 この北海島エビですね、このように茹でた状態で食べるようになっていると思いますけれども茹でるとですね甘みが増してとても美味しいエビです焼いたりするよりもですねやっぱりこのエビはですね茹でて食べるのが最高に美味しいですそして食べるときですね頭の殻取って食べると思うんですけれどもこの殻をですねもし食べたい場合ですねしっかりと焼いて食べてですね香ばしく焼いて食べるのも美味しいですしこれをですねあの、天ぷらとかあのフライやるときにですね 一緒にですね、この頭の部分揚げるとですね美味しいですのでえー、エビ食べるときにフライにしてみたりとかするのもいいと思いますとても美味しいのでおすすめですあとですねバーベキューするときにおすすめの食べ方の一つあるんですけれども野菜ですねナスビなんですけれども皮をつけたままですねこのまま丸ごとですね焼いていきます切ったりしないでですねこのままやるのがポイントですというのもですねこのまま焼くとですね 中の方までとろっとですねジューシーになりますのでこのナすビのです、ね、水分が中でとろっとしてですねとても美味しいので、えー、おすすめの食べ方です食べる時にですねちょっとバター足したりですねバターとか醤油ですねちょっとかけて食べると美味しいのでその辺もですね用意しておくといいと思います